最後の結晶を偏光フィルタを使って見ています。岩石の標本を調べる時などには偏光顕微鏡が使われます。岩石の薄い標本を2枚の偏光板で挟むと、1枚目を通った偏光が標本の結晶構造などの違いで偏光の角度が変わり、光が干渉して色がついて見えるようになります。2枚目の偏光板で余計な光をカットすると色の違いがはっきりするので、結晶構造や成長の方向が色の違いとして現れ、岩石の組成などがわかります。 DMS500 に偏光顕微鏡の機能はありませんが、透過照明の上にカメラ用の偏光フィルター PL フィルターを乗せ、ハイトの結晶を100倍で捉えました。手で偏光フィルターを回している時の色の変化をリアルタイムで録画しています。